冬の間通行止めとなっている蔵王エコーラインで来月の開通に向け除雪作業が始まりました。蔵王町と山形県上山市を結ぶ観光道路蔵王エコーラインは雪のため去年11月から閉鎖されています。春の観光シーズンに向け蔵王町の住川ゲートから山形県境までの 8.6 キロの区間で今日から除雪作業が始まりました。今シーズンの積雪量は暖冬の影響で先月まで少なかったものの今月に入りまとまった雪が降り積雪は最も高いところでおよそ8メートルですが例年より70センチほど低いということです。除雪は1日に500メートルほど進められます。蔵王エコーラインは来月26日午前11時に開通の予定です。